はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。季節は夏、レールカーでここを先に偵察に来たんだけど、線路が脆くて落下しちゃう。で、武器をなくしちゃう。とりあえず防弾はゲット。アリョーシャが行方不明。アリョーシャを探しているなんてところで、まあ、ここにいるパイレーツとかいう変な人らをかいくぐったんで、この先を目指そう。どつっかえた。あー、危ない危ない危ない。でよ、おお、なんだあれ。ボボボボボ、生態系にも弱肉強食あるな。あれはなんだ。あれ、ボッコボコにされてる。悪党かな。まだ先か。わあ、この辺生き物を相手にしそうだな。あ、明るい。なんか高いところに行った方が安全そう。あれ、狼でしょ。やられる前に、わわわわわ、何の鳴き声。鹿の死体が、あれ、てか今の狼の死体どこ行った。わからない、草が多くて。高台に行きたい。もう、おお、おお、半端ね。あれに襲われたら、こんな装備じゃどうにもならない。あ、はしごあった。上から見てみよう。あ、日記。ホコリまみれの日記。どっか両者の記録か何かあればいいんだけどな。これはジップラインか。おい、揺れる揺れる揺れる。完全に誰か、お、これもボウガンか。ボウガンしかないここ。どうしようかな。進行方向は向こうだけど、ジップラインがあるし、ちょっと向こう行ってみようかな。ほい。よし。洞窟？生体検知してな。
赤なら悪党だよな。カルマがあれド悪党、ド悪党じゃないの、あれ撃たずに近づいたらやられそうな気がするんだけど、近づいていい？パイレーツだよな。まあ、気絶ならいっか。不意打ちはご法度だったかな。日記満載だ。錬金術師。こんなの吊るすのはやめようよ。はあ、洞窟があるなら行きたくなる。大丈夫かな。これはまたフィルターが必要になるな。いける？あ、大丈夫そうだ。作りがすごいっていうか、自然にできた洞窟なんだよな。うえ、おお、おお、シューリンク、びっくりした。いやーもうシュリンプが住んでんのね。なんかそっちにありそうだけど、なんもない。生体検知もしないし、こんなところか。おお、まだちょっと目的地まで距離があるな。まあ大勢の狼に襲われでもしない限り大丈夫だけど、遠吠えしまくってる。見えないんだよな。ここにもなんか高台があるな。生体検知距離がもうちょっと広ければね。うん、これはいける。ん？いける？いける。ああ、これ全部ボウガンか。お粗末な高台だな、これ。こっちなんか明るいぞ。パイレーツがいそうな民家だ。なんだ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 。手出ししなければ大丈夫でしょう。ここは？
何もいないか。なんか今足音がしたような。あ、いるか。どこ？あそこか。一人？よし。釣りの途中でしたか。よくこんな狼満載なところで。え？あ、なんか今降参仕掛けたけど気絶させちゃった。まあいいや。それこそ地元民とかもいるのか、この辺。また日記。失われた日記。あ、ウサギの鳴き声か。明かりがついてるところがまだあったから。そう、そっち。オオカミだ。襲われたら怖いから。ごめんよ。うわ、まだいる。あ、銃声？わわ、またか。なっ、あて、これ死体が見つかったせいか。はしごあった。おお、またパイレーツの洞窟っぽいな。あ、蛇がいるな、これ。行ってみるか。おっと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 。ヘビどこ？ないない。ありありのトラップ。おい、見ろ、二人目だ。言ったろ、やつは一人じゃないって。よし、ロープを切ってキャンプに連れて行こう。最初のやつと同じようにな。おい、待てよ。なあ、お前らは一人捕まえてんだから、こいつは俺たちによこせよ。うちの縄張りで捕まえたんだ。あの罠は俺が仕掛けたんだよ。じゃあなんでうちの縄張りに仕掛けたんだ？それにお前には侵入者のリュックを譲ってるだろ。お前らがビビって取りに行かねえからだろうが。ビビっただと？パイレーツみたいにボートをたくさん出せなかっただけだ。揉めないで。こいつは森の法廷にかけさせてもらう。まったく、お前らは全員腰抜けだ。奴は侵入者だ、敵なんだぞ。悪党の考えだぞ。先生が言ってたろ、あんな奴らみたいになるなって。言ってる意味が分からなかったのか。先生はまず身を守れと言った。まずはそこからだ。これまでの侵入者はどんな奴らだった？どうせ奴も同じだ。だから殺す。うわ、連れてくる前にな。もういい。まずは森の法廷だ。殺すべきかどうかは法廷で決める。主？ああ、もう俺は。助けて。おっしゃ。ああ、かわいそうに。キャンプに拘束されてる。主に襲われたらやだよ。
このなんか地図、右側にあるなんだ橋なのかな、バツがついてるんだよな。渡れない橋かな。アイテムぐらいか。回収できるからこんなにボウガンの弾があってもな。ん？こっちか。お！え？どうしたの？やがったか、クソ野郎。森の主に会って知らないってのは、やっぱりお前は危険だ。バッグあった。リュックなんかいらねえ欲を書いちまった。ライトの色がちょっと違うんだよね。さあ撃てよ。でなきゃ消えろ。受けに行くんだ。最後の試練を。先生、まあ、あえて殺す必要はないが。仲間を守った。逃げなかった。女の子もこれ消せね。先生、これは。こっち来るわけじゃないのか。は4人。あ、こっちなんもないや。こっち来た。まだこの辺りにいるはずだ。主にやられてなければな。ならますます急がないと。ああ、よし急ごう。よし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 。口笛がする。いやいや、草まみれ。一人だ。え、戦うつもりはない。武器を下ろしてくれ。ああ、そうなの。俺は侵入者を撃ってない。こちらからは一発だけ撃ったが目はつぶってた。襲ってきたのはお前たちじゃないか。襲い殺した。俺たちは自分の身を守ろうとしただけだ。まあ、確かに一人は殺しちゃったな。撃たないのか。侵入者の中には話の通じる奴もいるというのは本当だったんだな。俺たちはパイオニアだ。悪党以外は殺したりしない。でもパイレーツは違う。森の法廷の判決も待たずに侵入者は全員蜂の巣だ。強盗だってするし、悪党と変わらねえよ。一緒に育ちはしたが、俺たちとは別物だ。俺たちは先生の言葉に忠実に従ってるが、あいつらは先生の言葉を誤解してるんだ。パイオニアとパイレーツね。まあ、この人は放置だ。おい、お前の仲間ならキャンプに連れて行かれた。多分森の法廷の後に解放されると思う。あいつも悪党には見えなかったしな。それにオルガって教官に気に入られてたんだ。オルガ？キャンプの仲間は殺さないでくれないか。
女や子供もいる。手出ししないでくれ。了解。はいはい、ボートがいいな。それなら、あ、ボートじゃないや、洞窟。ボートはちょっと見つかったらその場で何もできないや。また日記。さて、オルガってもしかして助けてくれた人の名前かな。森の民ってあったけど、でもあれパイオニアとかパイレーツとは無関係か。進むなら気絶させないといけないな。あ、トラップか。わかったよ。ヌスットを捕らえて縄をなうってな。ところで、キャンプの入り口にはもう仕掛けたか？もちろんだ。二の一番にやった。洞窟には洞窟？洞窟は洞窟だ。上流にある池の裏のやつだよ。池の裏。キャンプに繋がってるだろ。そんなことは分かってる。あそこに見つけただけだ。ここが終わったら次は道にある古い屋。洞窟は最後だ。ちょうどいいな。ああ、好きにしな。でも侵入者が洞窟を通ってキャンプに来たら、先生の家のポーチで吊るされることになるのはお前だからな。もう我慢の限界だ。うるせえ、黙ってろ。勝手にしろ。こっちに来るんかい。クソ野郎、あそこで鼻ほじってるだけのくせに好き放題のほざきやがって。ほい。これはまたたくさん装飾されてる。ボウガンなこと4発入るのか。強い。さて、下で作業中のやつはほっといてもいいな。別に上流ね、いいこと聞いちゃった。これでいけるかな。割と派手にいったけど、待って、こっちじゃないな。あのハテナマークのところに行きたかった。ちょっと足首くじきそうだけど、はい、いてえ。上流というところに。この辺きっとトラップマシマシだから下を歩くの良くないな。この上か。これいけんのかな、こっちから。あ、いけないな。洞窟ってこれでしょ。
見張りもいないでしょ、こんなところ。あ、トラップはあるのね。ヘビー。あ、違う違う違う。また別のボウガンだ。これは分解だな。作業台がどっかにあるといいんだけど。話が終わんの待とう。ああ、やってやるよ。そういうお前はどうなんだ。ずっと守ってるのに先生の家に入ったことないんだろ。ゾルカなんてずっといるけどよ。あいつの方が俺たちより上だと思うか。先生って何者だ。これよく見たらなんか弾2つあるな。よく見てなかったけど。コンパウンド棒で、ちょっとサイトはリフレックスでいいや。中型マガジン、これボルトでしょ。焼夷ボルトとかもしかして。使ってみないとよくわかんないよ。なんか怖いからこっちのボルトにしとこう。こいつはテイクダウン。決して殺してはいないぞ。間違いない。あそこじゃないかな。ただのテントかこれ。下通るか。ハエがそこにも見張り。死体みたいな匂いがしやがる。ひとっ風浴びに行くか。よし。一人なのはいいことだ。またいろいろくっついてる。近そうだけどちょっと時間が押してるんで、今回ここまでにしようかな。早々にゴリゴリステルスを要求されてるけど、最終的には上の方のダムに行ければいいんだね。長い道になるわ。アリオシャが近いだろうから次回助けよう。じゃ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。